ぬうべし、えぐり込むようにぬうべし。やや、ボンジュール、古本屋ぶりです。遊び来てくれた拙者、寝耳にミミズの大喜びです。先生に聞いて参ったです。聞いたところによると、拙者とお主は同じ学年、なんたる奇遇。拙者ファッション同好会にて裁縫の道を極めんとしてるでござる。お主も一緒になさらぬか。すっご楽しいですよ。願わくば拙者の同好会に名を連ねていただきたく。それはまことですか。かたじけのう。仲間が増えてて嬉しい。拙者ここには火、水、金といるです。テストの前は入れないこともあるです。拙者日本人らしくないためなのか、心の友ができず一人ぽっちで心もとなかった。されどお主が参られた。二人寄れば文殊の知恵です。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝節制のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。わほ、もうカエルの鳴く時間です。それじゃオルボワール。そうだ、日本の別れの挨拶をご教授願いたいです。別れの挨拶、何と申せばいいの。合点承知、またね。かがりぬうべし、そしてたちまち祭りぬうべし。今日の作業はジ・エンドとなれば、茶店小豆洗いに参りませぬか。拙者茶店は初めてです。よって作法をご教授願いたいよ。作法はないのですか。拍子抜けでござる。作法なき者は打ち首獄門と思ってたよ。それでは共に馳せ参じましょう。旅は道連れ、世は情け容赦なし。ふう、この茶店の小豆デザートは天下に名高い絶品とお見受けしたです。日本文化を味わえて幸せです。日本すごいね。でしょでしょ、日本の文化は世界一。拙者は日本に来られてよかったです。拙者もっと日本文化を知って、やがては立派な日本男児になりたいです。この度はおかげで茶店に来れた。ご恩は一生忘れません。拙者の母国に留学の助太刀をしてくれた叔母上がいるですが、
良き友ができたと早速今晩報告するです。おお、もうこんなタイムです。一緒にもっと日本の問答をしたいのに、叶わぬ乙女のドリームですね。また日本を巡るツアーしましょう。またね。頼もう。ヌーベス。縫おう、縫います。縫うとき、縫えば。縫わぬなら、縫ってみせよう、こととぎす。そろそろ一件落着の時間です。かなり腕を上げたね。すんばらしい。拙者も負けてられません。良き好敵手に出会えてよかったです。時にお尋ね申す。拙者、日本的な服を作りたいでござるが、何が良い？きものやはり着物がいい。されど着物は侮りがたい代物です。拙者、着物の作り方を存じません。さらに材料高い、借金で首が回っちゃう。うむむ、今一度考えてみるよ。アドバイスオンに切るです。異国の地日本にて、拙者の相談相手はお主だけなれど、お主と一緒なら拙者大船に乗った気分です。いやはや、もうこんな時間でござる。カラスが鳴くから帰るです。またね。ありがたし。さすが、すでにお見通しでしたか。昨晩のことです。拙者の叔母上がひょっこり死んだ。いきなりでごめんです。拙者は今まで叔母上の助けがあって留学できてたです。その叔母上がぽっくり死んだ。とてもお世話になったのに、ご恩を返せぬまま、拙者ずっと辛いの我慢してたです。泣いたってどうにもならぬから。されどお主の顔を見たら、つい。ごめんです。ミシンが手につかないので帰るです。では
またね。お疲れです。帰りの道中で定食屋に寄りませんか？ありがたき幸せ。ちょっと相談したいことあるでござる。何を隠そう、相談したいこととは、拙者近々母国に帰る日が来るやもしれぬでござる。今まで叔母上の助けがあって留学できてたですが、拙者の叔父上は拙者の留学をよしとしませぬ。早く帰りやがれとゴロつきのように言ってくるです。もし母国に帰ってしまえば、叔父上に捕まえられて、もう二度と日本に来れないや。もうそう言ってくれるか。まったくもって日本いたいです。拙者日本に骨をうずめると心に誓ってるです。されどいくら拙者が日本にいたいと言ったところで、拙者叔父上の援助なしでは生活すらままならぬ身。せっかくお主と袖触れ合えたのに、このまままたねするわけにはいかないでござる。もうじきまたねの時間でござる。また同好会で会いましょう。お疲れでござる。やった。うむむ、拙者も修行が足りんでござる。ミシンが一向に進まないです。そうですね、お言葉に甘えて休むです。かたじけの。やはり叔父上のことが気がかりで、叔父上に何と申せば留学の許しいただけるのか。いっそ拙者がちょんまげにして侍になれば、叔父上も諦めてくれるかな。そうだ、茶店の白玉団子を食べればいい案がにょきっとひねり出るかもです。よって小豆洗い訪れませぬか。あずき洗い。拙者寝る間を惜しんで考えたですが、やはりここで母国に帰っては松代までの赤っ端石にしゃぶりついてでも日本にいたいです。かたじけの。お主が一緒なら心強しでござる。実は大どんでん返しの秘策があるです。拙者母国に参る。もちろん尻尾を巻いて逃げ帰るのではござりませぬ。叔父上を説得して戻って参ります。叔父上に日本の良さたらふく理解させてやるでござる。あとは日本の魅力を伝える方法考えるだけです。
後方なんぞ、お主と問答をしてればたやすく見つかるはず。これからも助立ち願うでござる。日も暮れてきたでござるよ。しばしのお別れ、またね。頼む。強烈至極。聞いてくだされ、拙者おじうえに日本の魅力を伝える方法、ポクポクチーンとひらめいたです。おじうえに日本の着物を見せつけて、日本の魅力分かってもらうでござる。お主に参戦していただけたなら、拙者怖いものなしでござる。着物こそ日本4000年の歴史が詰まった宝物です。着物を見せればおじうえも日本の魅力におったまげて留学の許しくれるです。着物のデザインは小豆洗いのマスコットをイメージした素朴で深みのあるものにするです。このデザインを思いついたのも、お主が拙者を小豆洗いへと案内してくれたおかげ。拙者もう迷いはござりませんぬ。鉄砲水のごとく着物作るです。ヌーベシヌーベーシ。ヌーベシ。針仕事とは縫うことと見つけたり、たとえ拙者の財布が軽くボロ布しか手に入らぬとも、一生懸命極上の着物を作って一花咲かせてみせるです。ふーむ、我ながらなかなかの出来栄え。極上の着物を見ればおじうえもきっと日本はすごいと認めてくださるです。お主のお言葉を信じて精進するです。この度はお主の助立ちがあってだいぶ作業が進んだでござる。感謝感激雨降らし。疲れで腕が棒になった気分です。これぞ虫の息というやつですか。息を吹き返して頑張らねば、拙者はデクの棒で終わってしまう。日本人になるためここで倒れるわけにはいきません。生涯着る服は生涯を捧げねば作れぬでござる。一心に。
入魂。拙者のすべてを注ぎ込むべし。ふーむ、あのボロ布たちが見違えるほど立派になったでござる。拙者一人ぽっちだったら今頃長いは無用とばかりに母国につらかっていたかもしれぬでござる。それがお主のおかげで着物の完成間近とは感激です。ねぎらいのお言葉かたじけの。疲れも肩こりも吹き飛ぶでござる。時に申し上げたい拙者は、日本に来てからというもの数多の出会いがあったでござるが、お主との出会いこそ最もすんばらしいものでござったよ。もし叔母上が生きていたなら、この世にまたとない友人ができたと自慢したかったです。よし、いよいよ最後の仕上げ、有終の美飾るですよ。すでに拙者疲れのあまり走馬灯が見えそうでござるが、ここが正念場、もうひと気張りです。いざ尋常に参る。どうもど、ありがとね。あ、それこれにて完成なり。うう、お主のお言葉はいつも拙者の胸を打つです。これを見せればごろつきのようなおじ上もきっと日本を見直すはずでござる。おじ上もいよいよ年貢の納め時です。いち早くおじ上のもとに知らせに参らねばでござる。そうするとお主とはしばしお別れをせねばならぬです。されど拙者きっと戻ってくるです。おじ上の返り討ちなんぞには決して会いませんこれを受け取るです。着物を作った時の余った布でこしらえたです。これは拙者とお主の友情の証。拙者を、拙者の帰りを何とぞ待っててほしいでござる。この日本で拙者にとって最も居心地が良い場所はお主の傍らでござるゆえ、たじき、我は汝、汝は我、汝ついに真実の絆を得たり、ここに節制の力はその才能を開かれたり、以
今こそ我ら汝に与え、節制の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。名残惜しいですが、明日には立つ予定でござる。またね。潔く一文字であるべきだ。って、お前か。この手紙学校に届いたんだよ。うちの生徒宛てらしいんだが。あ、これお前宛てか。妙なひらがなでお前の名前が書いてある。差出人はアンドレ、あ、なんとかだ。そんな異国風の直した生徒などいたかな。うちのクラスだったのはベベだしな。こんにちは、ベベです。漢字が難しいので、ひらがなばかりごめんなさい。日本でいっぱい勉強したけど、ベベまだ下手です。辞書を使って書いてるでござる。ベベはおじさんに着物見せた。おじさんいっぱい褒めてくれた。日本をいい国だ言ったです。ベベすっごく嬉しかった。だから日本にまた行くとおじさんに言って、いっぱい言っておじさんオッケー言った。しかし、ベベ日本行かないにした。ごめんなさい、戻ってくる言ったのに嘘つきです。ベベ知らなかった。留学の援助をしてくれた人、おばさんだけじゃない。おじさん、親戚、近所、たくさんの人だった。みんなまた日本に行け言ってくれた。お金出す言ってくれた。しかしおばさん死んで、おじさん悲しいです。おじさん無視してベベ日本で楽しいのはできないことです。みんなのお金でベベ遊ぶのはできないことです。日本を知ること、日本の勉強、フランスでもできることです。だからベベフランスに残る。いつか自分の力で日本行くです。ベベ洋服学校入りました。お主と作った、楽しかったですから。学校のコンテストに作って出した。ベベ一等もらった。一等の服に名前つけました。という
素敵な名前です。ベベの大好きな名前です。日本、フランス、お主、ベベ、遠く離れてる。しかし、いつもそばにいるです。見えなくても変わらない。毎日楽しかったです。毎日いっぱい楽しかったです。いつの日か会えると嬉しいです。大切な友達へ、ベベ。